暗闇の中で老人は夜明けが近いのを感じた。老人はたゆみなく漕いだ。自分のペースを保っている分にはそれほど力を込める必要もない。時に潮の流れが渦巻いているのを除けば海面は静かだった。老人は船を動かす仕事の3分の1を流れに任せた。明るくなり始めた頃には予定よりずっと遠くまで来ていた。夜が明けきる前に老人は仕掛けを下ろし船の動きを流れに預けた。一つ目の仕掛けは40キロまで進めた。二つ目は75キロ、三つ目と四つ目はさらに海中深く100キロと125キロまでロープが届いている。四本のロープはどれも太めの鉛筆ほどの直径で、切ったばかりの生木の枝に結ばれていた。老人は今船べりを越えて突き出た3本の枝を見つめている。ロープを垂直な状態にして仕掛けの深さが変わらないようにゆっくりと漕いだ。海からうっすらと太陽が昇り始める。太陽が輝き海面をギラギラと照らすと、その光は平らな海に反射して老人の目を鋭く突き刺す。太陽はもうすっかり姿を見せている。ちょうどその時、前方の空に黒く長い翼を持つ軍艦鳥が旋回するのが見えた。軍艦鳥は翼を後ろに反らせて斜めに急降下した。海からは飛び魚たちが跳ね上がった。考えるべきはたった一つ、大物がいるかもしれない。太陽はもう熱く、老人はうなじでそれを感じた。漕ぎながら背中に汗が流れているのが分かった。その時、突き出た生木の枝の一本が勢いよくたわむのが見えた。彼は右手を伸ばしてロープを親指と人差し指の間に挟み、そっと押さえる。引きも重みも感じられない。彼はロープをそのまま軽く握っていた。するとまた引きが来た。彼は状況を正確に理解した。100キロの深さでカジキが餌を食べている。手製の鍵の先端と軸を覆っているイワシをかじったのだ。この時期にこれだけ遠い沖にいるなら大物に違いない。再び優しげな引きを感じ、ほどなくして強く信じがたいほどの重みを感じた。魚の重みだ。彼はスルスルとロープを送り出す。巻いてあった控えのロープの2本のうち1本はすでに出ていった。ロープは老人の指の間を軽く滑り、彼はまた大きな重みを感じていた。相手が巨大な魚であることは分かっている。暗闇の中を逃げて行こうとする様子が目に浮かぶ。その瞬間、魚の動きが止まった。ややあってその重みが増し、老人はさらにロープを送り出した。食いついたな。しっかり食わせてやるとしよう。指からロープを滑らせながら彼は左手を伸ばした。控えのロープ二巻き、別の控えの二巻きにしっかりと結ぶ。準備は整った。しっかり食らいつけ。そうだ、鍵の先端がお前の心臓に突き刺さってお前を殺してしまうくらいにな。さあいいぞ。準備はどうだ。もう十分食べただろう。そら！彼は大声を出してロープを両手で思いっきり引き、1ヤードほど手繰り寄せる。しかし何も起こらなかった。魚はただゆっくりと遠ざかっていく。老人には1インチたりとも引き上げることができなかった。老人はロープを背中に回して支えた。船針に寄りかかり体を反らせて引きに抵抗した。
奴はいずれ死ぬ。老人はそう考えた。ずっとこうしていられるわけがない。しかし4時間後、魚は変わらずゆっくりと船を引きながら沖へ向けて泳ぎ続けていた。老人も変わらず背中に回したロープをしっかり支えていた。やつを引っ掛けたのはマヒルだった。なのに俺はまだ一度もやつの姿を見ていない。喉がひどく渇いていた。彼はロープを引っ張らないように注意しながら片手を伸ばして水の瓶を取った。栓を取り少しだけ飲む。姿を見てやりたい。一目だけでも見て相手がどんなやつなのか知りたい。太陽が沈むと寒くなった。汗は乾き、老人の背中や腕や老いた足を冷やす。俺には何もできない。だが奴にも何もできない。奴がこのまま泳ぎ続ける限りは変わらないだろう。奴はめったにいない素晴らしい魚だ。こんなに強い魚は今まで見たことがない。奴は男らしく餌に食いついて男らしく引っ張っている。その戦い方には動揺がない。何か考えがあるのだろうか。それとも俺と同じでただ必死なだけか。魚よ、俺は死ぬまでお前と一緒だ。やつもきっとそのつもりだろう。老人はそう思って自分の体でロープを押さえた。そして彼は眠った。月が出てからしばらく経ったが、老人は眠り続けていた。魚は相変わらず引き続け、船は雲のトンネルの中に入っていった。右の拳が引っ張られて顔にぶち当たり、彼は目覚めた。ロープは右手を焼く勢いで走り出る。右手に全力を込めてロープを止めようとしたが、勢いは抑えられない。やっと左手がロープをつかむ。体重を後ろにかけると、今度はロープが背中と左手を焼く。引っ張る力のすべてがかかり、左手をひどく切ってしまった。振り返ってみると、巻いてあるロープがスルスルと流れ出ている。その時、魚が水面を爆発させるように飛び上がり、また派手に落下した。魚は何度もジャンプを繰り返す。ロープが走り出ていく。船は勢いよく引きずられる。老人は引き倒され、動くこともできなかった。お互いこの時を待っていたんだ。やってやろうじゃないか。彼には魚が跳ねる姿は見えない。海面が破裂する音と派手に飛び込む音が聞こえるだけだ。日の出を迎えた頃、魚の奇跡が円を描き始めた。ずいぶん大きな縁だ。できる限り引いていようと彼は思った。引いていれば
円はだんだん小さくなる。1時間後には奴の姿が見えるだろう。だが魚はゆっくりと円を描き続けた。2時間後には老人は汗でびしょ濡れになり、すっかり疲れ切っていた。老人の眼前には黒い斑点が浮かんでいた。めまいを覚え、ふらついたことがすでに二度あった。ここまで立派に引っ張ったんだ。神様の助けがあってもいいじゃないか。主の祈りを100回、アベマリアを100回でも唱えよう。だが、今すぐは無理だ。唱えたことにしようと彼は考えた。後でちゃんとやればいい。彼は左手で海水をすくい、頭からかける。奴はもう上がってくる。やるしかない。あと2周もすれば、森を打ち込むチャンスが来るはずだ。円を描きながら、魚が近づいてきた。老人は魚をそばへ寄せようと全力で引いた。一瞬、魚が傾いた。しかしすぐに持ち直し、また周回を始める。やつを動かした。彼は思った。きっと今回でやつに勝てる。手を引け、足を踏ん張れ、頭をしっかりしろ。ここでやつを引っ張り寄せるんだ。残されたすべての力と、とうに失った誇りとをかき集め、彼は魚の苦しみに向けてそれをぶつけた。魚は船の方に引き寄せられ、彼のそばをゆっくりと泳ぐ。老人は森をできる限り高く振り上げ、全力以上の力を込めて魚の体めがけて突き下ろす。巨大な胸びれの後ろに森が打ち込まれた。魚は死をはらんで生命を輝かせた。水面から高く跳ね上がり、その大きな体を、力と美しさを残さず見せつける。老人はめまいを覚えた。胸がムカムカするし、目はよく見えない。だが彼は森のロープをつかみ取り、すりむけた手でそれを少しずつ送り出した。視界がはっきりしてくると、魚が銀色の腹を出して仰向けになっているのが見えた。森は魚の体に斜めに突き刺さり、その心臓から流れる血は海を赤く染めていた。1マイル以上の深さの青い海を背景として、魚群のような暗い色の塊になっていた血はやがて雲のように広がっていった。魚は静かに銀色に輝いて波に揺られていた。